どうも、ミルキー石油です。よろしくお願いします。よくね、前までですね、バイクで Uber Eats をね、やってたんですけれどもね、なんかね、話しかけてくる、なんかね、信号待ちとかでね、話しかけてくるね、同じ Uber Eats とかのね、配達員が多いんですよね。なんかある日ね、あれ、中目黒の方かな、なんか信号待ちしてたらね、ちょうど隣にバイクがね、Uber Eats のリュック背負ってるね、おっちゃんがね、止まってね、なんか、君 Uber やってんの?みたいな言ってきてね、あ、はい、みたいな。Uber の調子どう?とか言われて、あー、ぼちぼちです、とか言って。で、なんか Uber のリュック背負ってたんでね、僕も、あー、あなたも Uber やってるんですか?って聞いたんですよね。ほんなら、はははは、って。それはまた、どこかで会った時に教えましょうって言って、ブーンってどっか行ったんですよ。いや、どうでもええわいっていうね。何をどこかで会った時に教えましょうやね。思いっきり Uber のリュック背負っとるし、もうね、次会った時も知らんし顔も、なんやねんあれっていうね、謎の変な配達員ね、とかいたりとかね。とある日、また別の日にですね、信号待ちで止まってたらね、隣にブーンってまたね、ウーバーのリュック背負ったね、兄ちゃんが来ましてですね、なんか、お疲れーすとかみたいに言ってきてね、あーお疲れ様ですとか言って、何運んでんすかーとか言ってきて、ラーメンです、ラーメンって、ね。ラーメンすかーとか言って、俺は逆にオムライスっすとか言って、いや、なんでラーメンの客がオムライスやねんっていうね、ラーメンの客はうどんやろと思いながらね、わからんけど、オムライスですとか言って、で、ブーンってとか言ってね、いや、なんやってあれってね、オムライスええな、運びやすいなと思いながらもね、汁物はちょっとね、慎重に運ばなね、こぼれるんで、っていうね、やたら話しかけてくるね。まあ、あんまり誰かと一緒にする仕事じゃないんでね、やっぱこう、仲間意識で話しかけたくなるんでしょうね。はーい、まあ、コミュニケーションは大事ですよね。ということで、どうもありがとうございました。